はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は遺跡をテーマに話していこうかなと思っていますが、 MLB といえば遺跡の多さが醍醐味の一つですよね。日本のプロ野球ではトレードや FA 遺跡もまあそこまで多くはない中で、同じような感覚で MLB を見るとオフともなればもう連日選手がバンバン動く、それこそ目まぐるしく動く。コンオフも特に FA 市場が大盛況で、12月のウィンターミーティングが始まってからというもの、大物の FA 選手が次々新天地を決める、あの激動の市場の様子は、これは MLB ならではの光景かなと思ったものです。かなり昔の動画にて MLB で移籍が多い理由をお話ししたかと思いますが、制度の面でも MLB では長期契約でも結ばない限り、ずっと選手を同じチームに留めておくことが難しいような作りとなっていまして、選手の流動性を高める一因ともなっていると言えるでしょうか。一方でそのような制度となっているがゆえに、MLB 各球団をたらい回しにされてしまう選手もたまーにいまして、コンフもとある選手がチームを転々とする羽目になっています。それがこちらのルーウィン・ディアスです。ディアスはなんと不憫なことに11月15日以降2ヶ月も経たないうちに DFA にて40人枠を4回も外され、そしてその過程で合計4回もチームを移籍しています。キャリアで4回移籍でも決して少なくはないのに2ヶ月経たずに4回ですからね。ディアスも一体今季自分はどこでプレーするのかと困惑しているかもしれません。で、このディアスという選手は現在26歳のファースト。MLB 通算3年間で112試合に出場して、打率1割8分1厘、OPS 5割6分7厘と、正直全く結果は残せていませんが、ただ2013年に国際 FA としてツインズと契約した時には、この当時の国際 FA の中でもトップクラスの評価を受けていたプロスペクトでしたし、その後移籍したマーリンズでも参加内で上位の評価を受けていましたので、プロスペクト自体は将来を嘱望されていた才能ではありました。ディアスの魅力は何といっても193センチの大きな体に秘めたパワーであって、2019年はマイナーで27本のホームラン、2021年もトリプル A74 試合で20本と、そのパワーはやはりロマンの塊と言えるでしょう。才能が開花した姿を想像したとき、ここは間違いなく魅力でありますよね。またこの手の選手としては意外と守備もうまく、MLB では通算で99試合ファーストを守っていますが、DRS がプラス16もあったりと結構守れる。ここにバッティングがプロスペクト時代期待されていたようについてくれば、本当に面白そうな素材ではあるんですよね。一方でディアスの才能開花を待つにあたっての問題として、すでに彼のマイナーリーグオプションが切れている点がありまして、ウェーバーを通過させずにマイナーに落とすことができないのは難点ではありました。で、そんなディアスの MLB を放浪する旅が始まったのは、まず11月15日にマーリンズがディアスを DFA にしたところから。この時マーリンズはレイズからトレードでシャギワとエドワーズを獲得したため、 MLB の40人枠を彼らのために開ける必要があり、その際にディアスが代わりに40人枠から外されてしまいました。マーリンズとしてもディアスの開花をこれまで待ったものの、先ほどお話ししたようにすでにオプションもなく、またファーストにはギャレット・クーパーがいる状況で、同じポジションでかつ彼以下のパフォーマンスしか残せていないディアスを残しておく理由はもはやないですからね。このような補強に際してついに DFA となってしまった感じです。その後ディアスは11月22日にウェーバー経由にてパイレーツ移籍が決まり新天地へ。パイレーツはディアスを獲得した時点でファーストにチェジマンをレイズから獲得していましたが、そのバックアップとしての意味合いが強いディアスの獲得ではありました。しかしそんなパイレーツ時代も長続きはせず、11月30日にパイレーツはディアスをコンフ2回目の DFA に、チームがカルロス・サンタナと1年契約を結んだことに伴う措置で、まあチェジマンに加えてサンタナと左で打てるファーストという何もかもディアスと被る選手が2人もいて、おまけに実績や比べ物にもならない状況下でディアスをキープする理由はありませんからね。サンタナを獲得できた時点でもはやディアスは必要なく、ディアスはその後12月2日にウェーバー経由で今度はオリオールズ移籍が決まりました。オリオールズは左打ちのファーストを探していたとされ、まあディアスがその回答になるかは彼の実績からして怪しかったものの、とりあえずその条件を満たしたプロフィールを持つディアスがウェーバーに流れてきたから獲得した感じでしょうか。オリオールズには3週間ほどディアス在籍したんですが、しかしとうとう別れの日はやってきてしまいます。12月21日にリリーフピッチャーのマイケル・ギブンズとの契約に際して40人枠を空ける必要があり、ディアスがコンオフ3回目の DFA に、先ほどオリオールズが左打ちのファーストを探していたという話はしましたが、そうは言ってもディアス程度では所詮はデプス要員、絶対に残しておきたいほどの選手ではなかったということでしょうか。DFA から2日後の12月23日に金銭トレードで、次はブレーブス移籍が決定。これまではウェーバー経由での移籍でしたが、今回はトレードと。おそらくですが、ブレーブスは昨年の勝率からして、ウェーバーの優先度が他球団に比べてかなり低い順位にありますので、ウェーバーまで流れてしまうと他球団に獲得されてしまう可能性があり、であれば金銭という見返りは必要とはいえ、トレードを仕掛けて確実にディアスを獲得しようという考えだったんでしょうか。
これまでのウェーバー経由での獲得と比べたら少しディアスを欲しがっている感が強いというか、多少は残す気があるんじゃないかと思うような動きではありました。まあ5日でまた DFA されちゃうんですけどね。ヤンキースからリーフピッチャールーカス・リットキーを獲得するのに際して、ディアス・コンフ4回目の DFA、 お金払ってまで獲得したのは一体何だったのかと思いたくもなるようなスピード DFA、 なんでそんなことするのかと疑問に思われるかもしれませんが、まあ多分ですけど、ブレーブスとしてはディアスは40人枠に残しておくほどではないけれども、デプス要員としては持っておきたい。ここまで球界をたらい回しにされていて、かつ各球団の補強も進んでいる状況だったら、そろそろディアスをウェーバーで獲得するチームは現れないかもしれない、マイナーに落とせるかもしれないと希望を持っての DFA だったのかもしれません。しかしその希望を打ち破ったのがオリオールズ。ウェーバー経由で再びディアスを獲得し、おおよそ2週間ぶりにディアスのオリオールズ復帰が決まり、結果的にオリオールズは2週間ディアスをブレーブスに貸し出しただけで、多少のお金をもらえたことにもなりました。どんだけディアス好きなんだという気もしますが、オリオールズはディアス獲得のためにこの2日前にトレードでロイヤルズから獲得したばかりのライアン・オハーンを DFA してまで枠を開けてますからね。もはや愛です。オハーンの DFA に関しては、彼の微妙に高い年俸を逆に利用して、他球団が彼を獲得しないと見込んでマイナーでキープしようという発想なのかもしれませんが、それでも同じ左打ちのファーストを切ってまでディアスをまた呼び戻したと。そろそろディアスとしても定住したいところかもしれませんが、オリオールズは今後ディアスをどう扱っていくのでしょうか。こんな感じでたらい回しにされているディアスですが、たらい回しの理由を簡単にまとめてみました。やっぱり大きな理由としては、元トッププロスペクトであって、とりあえずチャンスを与える分には損をしないから。もともと才能があると評価されていた選手を、ほぼノーリスクで使えるチャンスがあるならそれを活かさない手はないでしょう。他にも補強が失敗した時の保険として、例えばパイレーツもサンタナのようなタイプのファーストが毎日手に入らないような事態に備えて、とりあえずディアスを持っておこうという考えもあったでしょうかね。あとはマイナーではそれなりに打っているあたり、デプス要員としては評価しているけれども、 MLB の40人枠に残しておくほどでもない。40人枠の外であればキープしてもいいから、とりあえずウェーバー通過するか挑戦してみようと。今のところ誰も成功はしていませんが、そういった思惑も少なからずありそうですかね。全体的な印象としては、ディアスの立場がやや中途半端がゆえに、このような状況に置かれてしまっている側面が強そうです。しかし当の選手としては、一体自分が今季どこでプレーするのか全く見当がつかない状況というのも大変でしょうね。流動性の高いシステムにある種翻弄されているコンフのディアスですが、果たして今季の彼はどこのチームのユニフォームを着ることとなるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。